いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。ロータスランド前に行きそうです。オーアマゾン、それに続いています。マテンロローリオン、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはウィンカーネリア、その外からオーアマゾン、並んで8番ロータスランド、その外にベステンダンク、内からはソダシ、その外にダノンスコーピオン、シュネルマイスター、そのうちに続いています。その外にセリフォス、内からはダノンザキッド、その外にサリオス、その外にファルコニア。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ2番ウィンカーネリア、2番手はオーアマゾン、ベステンダンク、3番手、後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンカーネリア先頭、外からダノンスコーピオン先頭、あと 200m ダノンスコーピオン、このまま振り切れるか。2番手はセリフォス、ダノンスコーピオン粘る、ダノンスコーピオン、ダノンスコーピオン、1着2着以下は混戦です。いよいよ発走です。スタートしました。ソダシ、これはいいスタートを切りました。ロータスランド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロータスランド花に立ちます。その後ろからはソダシ、この馬も上がっていく構えです。マテンロローリオン、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはウィンカーネリア、その外にベステンダンク、ソダシ、そのうちに続いています。その後ろからはオーアマゾン、青の帽子ロータスランド、その後ろセリフォス、すぐ後ろ少し開いてファルコニア、すぐ後ろにジャスティンカフェ、並んで15番ダノンスコーピオン、ここでソダシ先頭に変わりました。まだ粘っています。ウィンカーネリア、ほとんど差がありません。ベステンダンク3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンカーネリア、ウィンカーネリア先頭、外からソダシ、前に迫るマテンロローリオン、ウィンカーネリア先頭、残り 200m ウィンカーネリア意地を見せる、外から一気に突き抜けるか。サリオス、マテンロローリオン差し切った、マテンロローリオン、マテンロローリオン、1着2着にはどうやらサリオス。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはハッピーアワー、セリフォス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオーアマゾン行きました。続いて前へ行くのはウィンカーネリア、さらにはセリフォス、14番ベステンダンク、その後ろウィンカーネリア先手を取りました。間が空いてファルコニア、内からはロータスランド、並んで5番サリオス、ソダシ、この馬もこのグループ、シュネルマイスター、すぐ後ろその外にダノンスコーピオン、ダノンザキッド、そのうちに続いています。オレンジの帽子エアロロノア、その後ろ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。オーアマゾン、ウィンカーネリア、ほとんど差がありません。間を挟んでセリフォス、3番手、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったウィンカーネリア、内からセリフォス、後方からサリオス、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってセリフォス、シュネルマイスター迫る、シュネルマイスター、シュネルマイスター、シュネルマイスター、1着2着にはどうやらセリフォス。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オーアマゾン前に行きそうです。ウィンカーネリア、それに続いています。さらにはロータスランド、6番ソダシ、その後ろ、先手を取ったのはウィンカーネリア、これに続いてファルコニア、並んで14番ベステンダンク、これに続くのがサリオス、黒の帽子シュネルマイスター、その後ろ、その外にソウルラッシュ、その後ろにエアロロノア、内からはマテンロオリオン、その外からリースオブエイト、その隣にジャスピンカフェ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として2番ウィンカーネリア、ウィンカーネリア、さらにリードを広げます。2番手はオーアマゾン、ベステンダンク、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンカーネリア先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい、あと 200m 先頭はウィンカーネリア、外から一気に突き抜けるか。ソダシ、ソダシ、差し切った、ソダシ、ソダシ、1着2着以下は混戦です。いよいよ発走です。スタートしました。ファルコニア、これは
は好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくファルコニア行きました。続いて前へ行くのはウィンターフェリア、さらにはオーアマゾン、キューバ、リースオブエイト、その後ろベステンダンク、先手を取りました。ロータスランド、それに続きます。その隣にソダシ、ソウルラッシュ、それに続いています。ダノンザキッド、そのうちに続いています。その外にジャスティンカフェ、これに続いてシュネルマイスター、その外からエアロロノア、内からはパテンロオリオン、その外にセリフォス、すぐ後ろにダノンスコーピオン。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。ここでファルコニア先頭に変わりました。2番手はウィンターネリア、ベステンダンク、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、ファルコニア先頭、2馬身から3馬身のリード、ウィンターネリア2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。一気にダノンザキッド、ダノンザキッドかわす、ダノンザキッド、ダノンザキッド、1着、2着にはどうやらソダシ、3着にソウルラッシュ。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ウィンターネリア前に行きそうです。ファルコニア、それに続いています。さらにはベステンダンク、キューバ、リースオブエイト、その後ろウィンターネリア、先手を取りました。その外にオーアマゾン、ソダシ、それに続きます。その外からロータスランド、並んで11番ソウルラッシュ、ジャスティンカフェ、この馬もこのグループ、その横にダノンザキッド、すぐ隣にシュネルマイスター、その外にダノンスコーピオン、内からはマテンロオリオン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ベステンダンク、ウィンカーメリア、ほとんど差がありません。オーアマゾン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、オーアマゾン、外から勢いよくファルコニア、ファルコニア先頭、残り 200m、 ファルコニアさらに足を伸ばす、残り 100m、 2番手はオーアマゾン、ファルコニア先頭だ。